今日さ NGT48 でらしいんだけどさ、これってみんなになんかあんの？もらえるとかなんかある？なんかどうなったらなんかあるとかある？ない、特に。アバターもらえるやつ、どうやったらアバターもらえるの？特定のアイテムを投げるとアバターがもらえる。特定のアイテムとは？特定のアイテムとは、ピンクのカプセル、うん、そうなんだ。こんばんは。チャレンジってところで、へえ、そうなの。初めて知った。私は今ね、ショールームをしながら、ツイッターに載せる画像を選ぶっていうね、すごい高度な技術を、高度なことをやってる。こんばんは。みんな最近楽しいことありました？二つのことそうなんだよね、私ながら作業の鬼だから。赤ちゃんがショールームしてくれるから、それを見るのが楽しい。かわいいね、本当にみんな私にそんな風に思ってくれてる人がいて、生きててよかったよ。
今日もリカちゃんが可愛くてしやありがとう、こちらこそありがとう。顔強っ。そんなことない。お仕事終わったのでやってみました。みんなは今日はお仕事でしたか？お仕事だった？仕事だった人、まだ仕事してんの？偉いね。じゃあ学校だった人、はーい。いつだっけ？あさって？あささってか。あさってだ。ねえ、服何着よう。服。マジで決めてない。刺さって保育士試験勉強頑張れ。大変だよね。わかるよ、その気持ちは。この間リカちゃんが頭の、何それ、何の話してるかちょっとわからない。しゃべり会ではどんな話をしてるんですか？しゃべり会は人によるかな。なんかもともと話すネタがある子はそれを話すし、でも一方的に私がしゃべってることの方が多いね。私の話を聞いてくれてるっていう、みんなが。
雪林だるまさんがいる。なぜ？髪型かわいい。今日はね、お団子なんだ。リカに撮ってほしい TikTok ないの？あ、絶対それ言われると思ってた。絶対それ言われると思ってた、誰かから。それ以外は？それ以外だったら何ですか？かわいいです。あれでしょ、観音酒ほろ酔い、ウィンクでストロング。それ以外にして、TikTok の撮影って何撮りだ？ちょっと前のだけど、あ、危険な悪魔のキス、まあ、かわいいな、のんげ。一発撮り、あー、うん、ほぼほぼだけど、なんかダンス難しいやつとかは顔が気に入らなかったらやり直すから、あの、何回か撮るのもあるよ。猫だし可愛いです。ありがとう。なんか今日髪の毛褒められる。なんでだろう。珍しい髪型してるから。こんばんは。
可愛くてごめん撮ったもん。もうで髪がいい。ね？で髪がいいの？絶対嘘だよ。でもなんか派手髪好きじゃないけど、リカの派手髪は好きってよく言われる。こんばんは。またりかさんの配信見れるの？ありがとう。りか結構配信やってるね。こんばんは。りか結構配信やってるよね。いつも。でも昨日はできなかった。ごめんなさい。昨日は帰ってきてぶっ倒れて、夜中の3時ぐらいに1回起きて、ってやばい倒れてた。黒目が黒いね。黒目だからね。でもこのルームは平和なので安心してください。今日はでも朝早くから撮影があって大変だった。めっちゃ朝早かったからクマがねできてる。ちょっとだけとクマが歩きて、いっぱい寝たいのに寝られなくてやら。今日はね5時からちょっと起きてた。東京とね行き来しなきゃいけなくて。ずっと起きてた。なんか日帰りの時が一番辛い。これだけ寝られるのに、こんだけしか寝られなくなる。なんで？なんでなの？道中はね、なんか寝られる時と寝られない時がある。
のお仕事だったらなんかカロリー少ないからいいけど、移動して何個も仕事ある時とかは寝ちゃう時もあるけど、なんか移動で寝ちゃったら首が痛くなるから寝れないようにしてる。いつもね YouTube 見てるの。こんばんは。いいな、何系の。わかんない、理解詳しくない。それ何？いいかね、列車詳しくないの。ごめんね。常に言ってる。私は頭が悪いから鉄道系と麻雀系の話にはついていけない。リカちゃん賢い。賢くないよ。賢くない。頭悪いよ。自分の頭悪すぎてたまにイライラする。なんかノートでというかなんか私暇な時によくやってるのが頭の中で、人とか物を向いてる方角のまま移動させるの。例えば劇場から家までとか、劇場から劇場のステージから客席を向いてる方向の自分のまま地図を思い浮かべてそのまま移動させるの。そしたらどっち向きが客席なのかなとかってわかるじゃないですか。それで方向とか方角とか見てなんか答え合わせするんだけど、これはねめっちゃ頭使いますね。地図とかも一切見ないで頭の中だけで知ってる道をその方角のまま移動させるの。言っ
ってる意味わかる。だから例えば私が今ここ見てるじゃん、画面この向きのまま頭の中で地図を思い浮かべて劇場まで移動させるの。っていうことをよくやってる。変わってる。よく言われる。よく言われる。どういう時にそれするの？病院で待ってる間とか。お薬待ってる間とか。よくやってる。なんか。大きい病院とか薬局ってなんか携帯あまりいじってたら良くないって昔聞いて、なんかその電波とかでもしかしたらペースメーカーつけてる人とかが苦しくなっちゃうみたいな。だから私あんまり携帯病院で触らないようにしてるから、なんかそれを考えてるずっと。やったことない？今はね、よくやるよ。でも変わってるってよく言われる。思いやりがありすぎ、やっぱり違うんだよ。これなんでかっていうと、私福祉系の学校に行ってたから、なんかおじいちゃんおばあちゃんとか体が不自由な方の介護介助をいろいろ実習とかもしてたりとかしたので、なんかそのやっぱ思うように動かせないって一番しんどいし、何かの力を借りて生きなきゃ生きられないのは多分自分の中ですごく悔しいだろうなと思って、私はいっぱいその時に考えて、だからなんかできるだけ寄り添えるように自分ができることはしてあげたいと思うし、なんか日常生活の上で携帯触るって別に不必要なことじゃないですか。その行為のために苦しくなる人がいるんだったら、私はそういう行為はやめた方がいいと思っていて、ただそれだけのことなんですよ。だから別に優しいとかじゃないの、普通のことなの。大きい病院とかね、その専門病院とかじゃないところだと、どんな病気を持ってる方がいらっしゃるかわかんないじゃないですか。だからできるだけ邪魔にならないように、普通に
感動しないよ。だって私がやりたかったことだもん、その時はね。でもアイドルになっちゃった。これね、見て。ツアーの日にね、7歳 ?6 歳の女の子がね、折ってくれたの。可愛いでしょ。頭良すぎんだよな、普通に。こういうの折れるの。ハートって言って折ってくれた。可愛くない？そう、リカにも折ってって言ったら折ってくれた。かわいい。いやー、リップしか塗ってない。この梅干しみたいな色になるリップが好き。梅干し色のリップ出たらいいの。リカタソ最近ありがとう。リカタソってあんまり呼ばれないけど。梅干し色じゃない？メイクもヘアセットも全部あなたのため、あなた好みの綺麗な女になりたいわ。お仕事お疲れ様です。頑張ってきた。私さ、ここの神経死んでるのかもしれない。この辺の神経、なんか今日おにぎり食べててさ、お昼になんかこの辺に漫画みたいにご飯粒ついてるの全然気づかなくて、なんかうわ、なんかこれ他の女がやってたら絶対イライラするなと思って、そういうことはやめようって思ったんですけど、でもねマジで気づかなかった。だからなんかご飯ついてることって私あんまりないんですけど、しっかりしてるから。でもなんか今日それがあって、なんかうわ、こういう女やだなって自分で思っちゃった。でもガチで気づかなかった。しっかりしてますもんね、長女だからね。長女ですから、万博で可愛いって言われたがってる女みたいで嫌じゃない？私は嫌なの。だからこういうことはもう二度としたくないなと思ったんですけど、でもガジというか感覚がなくて、なんかつけてる女とか見ると、わ、わざとやってんだなって思ってたの。でもちょっとだけ、あ、ガチだったんかなって思えることができた日だった。
の男性がお米ついてたら何しますか？指摘？どうせあれでしょ、ねえご飯粒ついてるよってやってほしいんでしょ。やんないよ。私はやんないよ。鏡見てっていう。早く鏡見て、いいから。それでもいい。匠が個別ため匠だったらもっと言ったりよってやるよ。検証結果人による。それでも可愛いリカちゃんとご飯食べられるだけですでに勝ち組なんだよな。わかる、リカのご飯食べてる人もっとありがたく思ってほしい。匠なのね。そこら辺の人だった。鏡見て、ねえ何歳。何歳でそういうこと言ってんのって引いた目で言う。リカちゃんと同じ空気吸えてるだけで幸せだよな。確かにありがたく思ってほしい。リカのことがさ、だって世界で一番好きだよって思ってる人がさ、もしもいるとするじゃないですか。世界で一番リカちゃんのことが大好きだよって思ってくれてる人がこの中にいるとして、リカと普段ご飯食べたりとかしてるのどう思うんだろうね、他の人が。いっぱいおるやろ。いや、おらんよ。嫉妬で狂いそうです。でもさ、なんか番組の打ち上げとかさあったりするかもしれないじゃん。そしたらさ、嫌だね。ありがとう。推しメンがそういうのでなんか考えたくないから考えないけど、嫌だもん。意外といるよね、私のガチ恋。ちょっと嬉しい。ちょっと嬉しい。てかだいぶ嬉しいけどね。私ガチ恋いないと思ってたんだよ。あのね、去年、去年一昨年だっけ、私がショールームいっぱいやり始めた。なんかショールームたくさんやりますって決めた年から、なんか徐々に、あれ私ガチ恋いるじゃんって思ってて、意外といるんだよね。
ち上げはできれば1時間のみで帰ったし、でもさ打ち上げしててさ、じゃあ2軒目行こうよみたいななるじゃん。でもその時点で私あの多分お酒飲んでたらね真っ赤っかなの。便利なことにちょっとやっちゃったので帰りますって帰れるのよ。それがねめっちゃいいね。全然酔ってないのに顔に先に出るからなんか赤くなってその後白くなってくるんだけど、白くなり始めたぐらいからだいぶやばい。もう酔っ払ってて何か覚えてないぐらいだけど。だけどその1段階目が顔に出るからなんかちょっと酔っ払っちゃってちょっと真っ赤っかなので帰りますって言って帰れるのが便利だなって。素晴らしい赤いうちに帰りましょう。白くなるわ。でも私もともと貧血なのですぐね貧血てか白いね。今日もフォロヘンとかめっちゃ白いんだよ。今年は全然焼けなかったな。家まで送るよとか言われたらどうぞ。え、行かない。そんな人はもう、え、アイドルなんで大丈夫ですっていう。でも最終一番聞くのこれね。アイドルなんで大丈夫です。うん。そうだよねってみんな言ってくる。多分だからよくその送ろうかとかはなきにしもあらずなんだけど、でも私は全断りなんで大丈夫です。そういう場があるだけ苦しい。かわいいね、かわいいね、やきもち焼いてる、かわいいね。ご満悦。かわいいんだね。人による。あ、確かに。でもめっちゃイケメンだったらちょっと揺らぐかもしれない。ちょっとやらぐかもしれない。それだけみんな分かっといて。おっと。そう、匠ならね。はイケメン。かわいい。みんな焼きもち焼いてるのかわいいんだけど、私みんなに焼きもち焼かれるの嫌いじゃないよ。赤姫のことが必要なんだねってなるから。私基本ベースメンヘラだから、なんか必要とされてるだけでなんか嬉しい。基本ベースねメンヘラ陰キャだから。私必要とされてる。もうスタバも行ってないですか？スタバたまに行くけど、あ、なんかでもねこの間有識者の方が多分いらっしゃって、でかい目が病んでた時だったから、ツイッターとかで暴れちぎってる時ねに、その多分有識者のファンの方がいらっしゃって、世界一可愛いので安心して生きてくださいって書いてくれたの見る？
葉で書いてもらえた。うん、店員さんよくわかってるじゃん。私なら容器見えなくなるくらいまでかけそう。これは素敵ね、めっちゃ嬉しかった。私なんか、あ、病んでるのバレてるんだなって思ったけど、病んでるのバレてんだなって思ったけど、でもすごい嬉しかったです。ちゃんと見てるんだな、ね、なんか嬉しいなと思いました。有識者だなってと同時に思った。私のことだってそんな深くまで知ってるって結構ファンじゃない？もうほぼ劇場とか来ててもおかしくないぐらいのファンの人なのかなと思ったけど、私劇場で見たことないなと思って。誰のファンなんだろう。多分私のファンじゃないんだよね。私のファンだったらもう認知してるから。誰の本なの、うん、ちょっと分かんないですけど。こんばんは。世間は意外と狭いね。そうだね。ねえ、のスタバ対応してくれた方が奈良さんせ、あ、じゃあみはるなのかな。だって知ってないとここまで書けなくない。なんか前にもツイッターに載せたんだけど、なんかその時もなんかそういうようなこと書いてくれてて。みはるのファンの人なのかな。私認知してないか分かんないんだけど。もしよかったらお話し会など来てください。ぜひ。でもすごい嬉しかったわ。嬉しかったですね。その人か分かんないけどね。たまにスタバのカップに書かれてると片思いが。どういうこと？恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。星の夜願い込めてチェリー。しないで、やばい。恋ね、しちゃったんだね。しないでね。楽しいのでぜひ。あ、そうなんだ。邪魔者なんとか全部消して、この世とメタモルフォーゼショーゼミュージン。
界が世界の神戸変わるよニューボードルドルル信じないわこの未来のスカイ中を全部変えてしまえば。カラオケ行きたくなってきた一人でもよく行くんですよ私カラオケ。カラオケ好き。人からよく行く。これあまり知られてない真実僕を信じて。うん、一人で行く。知らなかったでしょ。ただの引きこもりだと思うなよ。カラオケにだって引きこもれんだからな。正面から見りゃ右左でも僕の方では左右あっちへ行けどこっちへ来れど正義の敵は正義なのさ。歌うの好きだもんね。そう、歌うのが好きやの。どういうの歌うの？犬のおまわりさん困ってしまってにゃん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 。嘘だよ引きこもる場所を変えるとき、そうそうそう。迷子ろ迷子ろ子猫ちゃん。人からでやってたらしゅるす私あれ歌いたいのに。高速道路の手前でなんとかかんとかなんとかねえねえ今すぐさよならできないことだと知ってる。それでもうしてちょうだい。ねえねえ耐えられない。これないんだよ。どうせ終わりにするのなら早い方がいい。そんなの決まってるでしょ。それはルール違反だって百も承知の上よ。ここから歩いて帰る。あべきだなとかはんとか踏んだらどうにもならないし。高速道路は渋滞中。赤いテールランプがネックレスみたい。自由を選ぼうかと思った。ないだろワンちゃんも。ノーちゃんです。ノーちゃん何度かかんのか歌詞ちょっとわかんないな。でも最近理解たち音楽がきっとも好きだよ。助けてくれる。見てみたいな。リカちゃんが歌う自然渋滞。自然渋滞ってどんな曲だったかな。歌詞調べてみるね。高速道路なんとか私許してちょうだい。
高速道路は渋滞中、赤ゼルラフがネックレスみたい、それならいいそのこと引きちぎって自由を選ぼうかと思った。些細なことで喧嘩をして口も聞かない数時間、限界に近づいてきた、目を閉じてたけど出て行ったわけじゃない、この恋も終わりだね、なんとかかんとか手前で私を下ろしてちょうだいねえねえ、今すぐさよならできないことだと知ってる、それでも下ろしてちょうだいねえねえ、耐えられない、どうせ終わりにするの、あってた早い方がいい、そうなの決まってるでしょ、それはルール違反だって、合ってるやん、百も承知の上よ、ここから歩いて帰る、 I'm breaking が別れるって決めたわ、心が詰まってどうにもならないし、 I'm breaking だ、逃げようがなくてずっと自然渋滞、こんな曲だったんだ、すごいね、カーナビに八つ当たり、最高じゃんこの歌やりたいな、カラオケないんだよねこれね、あ、誰もない、僕の涙は流れない、ずっと瞳の中で愛を語ることもなく君を思い出してる、瞬きをしてしまったら何か大事なものをもうすべて見失いそうで、まだ抵抗している、これもないね、あとね、あれもない、あれ私の好きなもう一個なんだっけ、私がよく歌ってるさ、あーなんだっけ忘れちゃった、カラオケ全部ないんだよね私の好きな曲、でもリカそれ系で言うとあれも好きだよ、これだけでわかる、これだけでわかる、あ、違う、すごいさすがおたおちゃごなず今どこで、おちゃごなず誰といる、おちゃごなず何をしようとしているんだろう、おちゃごなずまだ君を、おちゃごなず思ってる、おちゃごなずこんな自分が嫌になるんだ、もうおおおお、これ電話してんの、もうおおおおお、もうおおおおおお、もうおおおお、おちゃごなず、ドゥ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 、そうだよ、人間はどうして大人になってもこんなに涙を流すのだろう、悲しみはきっと
この胸のどこかでせき止められて消えはしないのに、愛の意味も分からずにキスもしたこと。この曲もめっちゃ好き。あと何の曲好きかな、意外と出陣とかも好きなんだよね。ひょーそこかい歌詞歌えや、ひょーインタロ歌詞忘れたんだけど、最初なんだっけ出陣の歌詞なんだっけ人に命かけすぎて歌詞忘れちゃったいざ進め、これしか覚えてない。振り向くことなく進め、一心に、おお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 お、いざ進め、振り向くことなく、これやったことあるよりか、何回か前へ、そこにある思いをだ、一つだけ手にして、夜が明けるまでには立ち上がろう、守るべき者たち、これだ、なな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 、なな、そう僕らが信じた世界がある、夢がなんとか桃源郷おいえさん、いざ進めだ、きた、思い出しました。 NGT いい曲しかないよね、わかる、 NGT いい曲だよ。何があるかな、懐かしい曲、みんなは NGT で何の曲が好き、NGT 縛り好きな曲選手権、リクをやったら何になるんだろう。1位、反省ソーダー、リカも好きだよ、反省ソーダ、ペペペレ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 、ソフトサーブ可愛いよね、ペレレレ、全部イントロなんだけど、複雑な思いはもうどうなって構わない、I miss you でしょ、嫌いなのかもしれない、かもしれない、トトト好き、ピピピだもんね、ピピ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 だもんね男女、はい、とっとと友達でいましょう、嫌いじゃないのよなんて、何のフォローにもまるでなってなかった、べこのまま
でいましょう。恋愛は無理なんだね。絶対に気まずくなりたくない。5分前のこと忘れよう。ちゃ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 、おー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 、べーんっていうね。べーん。好きなんだよね私。なってなかった、べーん、このままで。みどもり、待てるのは待たせるより、幸せな時間だよね。何回も見てしまった道の、いい曲多いな。何の曲が好きですかみんな。みどもり？みどもりいい曲だよね。青春時計もいい曲なんだけど、一人で歌えないっていうデメリットがある。春の制服スカート揺らし、ガードレールをぴょんと飛んで、君は全力走っていくよ。風の赤が追いかけていく。どうしてこんなに眩しいんだろう、どうしてこんなに切ない、僕はきっと思い続ける。桜が冷やしやす遠くで、何にも始まらなくていいかと思う僕の諦め全力で。全然違う曲歌ってる。君と愛、青空の四軸タグ。全部最後まで言えないじゃん。ねえ。ねえ。君と愛、青空の四軸タグ。軸。知らぬ間に時計は刻んでる。無理だね、できない、呼吸困難になるから。電波悪くなる。おもろ。さあそろそろ終わりますかね。ありがとう。さっきもやったんだよね。だからなんかあれ、ありがとう。7位がシンシンさん、6位がリュウジさん、5位がオレッチさん、4位がサトルさん、3位がホッカさん、2位がフリモキさん、1位がビスコさん。これさ、あのさ、めんどくさいからもういつめんって言っていい？壇上いつめんの皆さんって言っていい？これやだよね、ちゃんと名前呼ぶよ。でもいつめんなんだもん。壇上いつめんの皆さんって言っていい？これまたね、おやすみとか言ってこれ終われないんだよな。はあ、しゃあね、こっち終わってやるか。やる気がないみたいなので iPad ちゃんが、バチや。